足はフレッシュ、毎日投稿アイドルフルーツポンチの赤ね、ソルト、ポン。本日の企画は机の上に置いてるものすべて底抜けのキー。イエーイ。めっちゃ憧れてた企画。確かに YouTuber といえばっていう企画だよね。そう、楽しみだよね。なんかカッターとか一回も使ったことない。え、マジで危ない。それはやばい。それでこれはやばいって。それを、はい、ちゃんとはるかに仕掛けていきたいと思います。はい。ちょっと期待してて、もう入部入ってから仕掛けられへんかなと思って。期待してたんだ。そう。ですね。だんだん仕掛けられないから。待ちきれへんくなって、仕掛けたいなって、うん。そういうことね。じゃあ今から材料買っていきましょう。はい。それでは、やっていこう。フルーツポンチ。フルーツポンチには公式 LINE があります。動画内に出てくるキーワードを公式 LINE に送っていただくと限定画像限定動画がもらえます。ぜひ送ってみてください。お願いします。お願いします。フルーツポンチ買ってきました。買ってきました。重い。めっちゃいるよ。なんかティッシュってやっぱり、うん、なんかそって抜けたらめっちゃ焦るから。確かにティッシュはすごいね。あと1号れちょっとお弁当、お弁当もいいね。あと、赤ね、絶対こぼすから、うん、お茶、一応2個。あと、焼きそばでーす。お、いいね。食べたことある？これ、おつもり。初めて。え、お茶あるよ。え、そう。でもこれって赤いたちが食べるのかな。どうなんだろう。ちょっとだけ食べる。ちょっとだけ食べちゃうか。じゃあ、お湯沸くの待ってる間にやる？あ、していこうか。ね、お茶、一回やってみたい。お茶やってみる？え、本当に怖い。だってこれさ、一回こうやって刺しちゃったらさ、ボワって出てきそうじゃない？確かに。待って、手気をつけてよ。怖い怖い。待って待って待って。待って、切る。まだ危ない。大丈夫。うまくない？うまっ。初めてとは思えへんよね。え、めちゃくちゃうまくない？プロかもしらん。え、めっちゃ怖い。怖いよ。エースかもしれん。嘘でしょ。え、じゃあこれまでやってみる？怖いね。待って。せーの。全部ね、底抜け。底抜けてないやつもいる。あ、置いちゃう？いいね、いいね。フェイクで。あ、いいね。フェイクもいい。で、なんか怪しまれないようにコップもね、やったもんね、ちゃんと用意。完璧じゃない？え、絶対完璧。やな。うん。よし。待っていきましょう。はい。フルーツポンチ。箸分けとこ。箸分けとこ。うん。うん。あ。ヤッホー、おはよう。ヤッホー、おはよう。おはよう。ヤッホー、おはようって何？ヤッホー派。ヤッホー派って何？なんかふわふわしてる。クラゲみたいな。何これ？お弁当たちだ。そう。パチ。お弁当たち。パチっていう？お弁当たちだって。お弁当たちだ。聞いてみて。お弁当と、うん。レレそば。あれから食べていいよ。そう。美味しそうじゃない？え、美味しそう。めっちゃ美味しそう。なんか甘くしけしけなんかね、だいぶ力見てるよ。全然混ぜたら全然大丈夫。うん、お茶飲む？あの、うん、飲みたい。うん、食べないじゃん。やばいね。どうする？どうする？食べる？美味しい。
なんで？美味しくないよ。美味しそうじゃない？ね。やめといた方がいいよ。ほら。おマヨネーズも。ほら。美味しそうでしょ？やめといた方がいいよ。食べよう。うん。ほら、普通でしょ？辛いよ。あ、でも普通かもしれない。でしょ？ちょっと混ぜとくね。そこで食べるんだ。そうだよ。食べるの流行ってんだよ。最近。やばい。ひーちゃん取った方がいいよ。あれひーちゃんが取った方がいいよ。ね、いいよ。ひーちゃん。ひーちゃん食べてほしいの。きりみちゃん呼んでる。何どうしたらいいの？もう嫌なんだけど。早く。なんで？どうせ。ありがとう取ってくれて。そうだね。取ってありがとう。食べんな。食べてる。ひーちゃんも食べな。すごくねこれ。すごい。でしょ。何してんだよ。このいちごミルクも怪しいもん。え、それだよ。だって怪しいっていうかもう確定演出じゃん。こんな。そう思ってればもういいよ。もういちごミルクに塗れたら絶対出ないからね。みんな離れて。確かに嫌だ。いくよ。え、大丈夫？携帯とか。わあ！大丈夫、携帯とか大丈夫。え、なんで？大丈夫。なんでそんな騒いでんの？え、なんか危ないもん。なんで？いくよ。はい。気持ちが紛れる。そうだから声出すことが大事だよ。大事です。フルーツポンチ。じゃあ本日のキーワードはなんかすごいリアクションの安は口から出てるはるか。いちご、俺は違うんかい。お願いします。本日も動画を見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。輝く星が一つ見つけたそう。